Please select your character. さあ行きましょう。 A 番台は、1P 側アグネスファイトファースト3代目アーノーポチョムキンメロンちゃん AD チームと、訳せらない訳せるハモナイセーセルヒロナイアンジチーム。 1P 側先方は、メロンちゃん AD、 A 対しまして 2P 側訳せらない訳せる。はい、大丈夫ですか。じゃあ C 番台、レンコン先生、あ、ダメ、どこ行ったあいつ、じゃんけんした、あ、場所が決まってるんだ。じゃあ C 番台で試合なんで移動してください。ジョニー、スレイヤー、ジャスティス。さあ体力リードどっとの状態でドリルが刺さって一本選手は、メロンちゃん AD。おお、復帰に引っかかって、これは美味しい羅生戦。あ、 2S、 ここで逃げ場がなかった。空中ダッシュしてしまったので痛いダメージ。走って2敗からマネです。はいからまだ続いた。やばい、これ気まずいよ。ラッキー、超ドリルが引っかかって、ここ中央の立場に 2P から連戦2敗、引き戻して2敗か、あ、痛い痛い、前敗か、ごめんなさい、スワイ。さあ2敗から下で待ち構える、伸びるカウンター、ジャンハイジャンディ一緒に当たって2敗対空、伸びて招いて、さあどうする、ここはゲージを、こちらうまいスラッシュバックを取ったが、今回そこまで超ドリルの硬直が少ないわけではないのでちょっと早すぎましたかね。アクセルと AD はこうやって見るとアクセルが非常に分身を消しやすい感じに見えるんですけども、空中ダッシュがどうかね、前回死にますから分かりません。あ、それは前までの話か、今回は分からん。お、うまい。さあそして耐える時間、前ハイ、おー、ジャンケーで捉えてされる。そして時間を稼ぐ、走りがタスピー止めてボクサーまで。さらばということで、あー、これは痛い、さすが使いづらいコンボ、しっかりタイルも残ってるが、2段目しっかりが飛んできた。ラッシュ戦だ。さあアグネスファイトが出てきましたが、アグネスファイトやばいんだけど、ダメ、大丈夫なんでしょうか、ちょっと不安です。それではアグネスファイトレディーゴーって感じですね。お、アグネス終わった、乗り込む前さ死亡ね、本当やってなかったのが悪いんですね俺がね。ザッパもクリフも俺初めて対戦したんですよ今日。これは先方を、あ、中堅戦法で OK です。アグネスファイトと、訳せらない、いやアグネスファイト、さっきちょっと画像検索したんですけど、ちょっと興味がありますね。いいと思います、なんでもないです。一本選手が訳せらないアクセル、 6K2SD 下爆、 2SD 下爆、連戦回してダウン取って置き攻めが出し投げ、 TS 立ち配6回新ルートですね。ハイスラ弁天でダウンを取る、置き攻めゲランガード、あーしばらく引っかかって体力がかなりなくなってきたが、泳いで寒中水泳終了。勝ったのはヤクセラないアクセル。で大将3代目アーノポチョムキン、
あ、太鼓の達人かな、何かと思っちゃった。大将先鋒戦のポーチアクセル、開幕6回カウンター、ゲランバソとりあえずスラヘでこかしてバックス回避、連戦でダウンが取れるのか。さあアクセルは自分の間合いからポーチョの牽制間合いに入らなければそれなりにダメージは取られないんじゃないでしょうかというとこじゃないですかね、よくわかんないけど。ニエスがスカル、きっちりフォルト張ってハンマーをバックステ、この遠距離前、ポーチョにとってはかなり苦行。これはニエスヒット確認、エンエスクーバス残り1割、デッドアングル返して一転して攻め側に立たされなければならなくなったアクセルが、悟空がハイ D の時点ですでに裏当たりしてましたね。バーストは使ってハイ D、FB バック、D、下バック、2S、アイスラ弁天でダウン。画面端、ダッシュ投げ通す、金 S、立ち入6回、2S からハイ D、下バック、アイスラ弁天のダウン。アクセルのターンが続く、3P カウンター、金 S、2S、ハイ D、下バック、2S、ハイ D、下バック、連戦回して残りドットのポチョムキン、さあどうするの。さあこれは連戦読んでいた、しかしジャンペス、足払い飛んでいる、アイスラ弁天のダウン、金エス指導からハンマーで突っ込んできた相打ち、ジャンペス、徹底してアクセルが近づかない、下段カウンター、バーストは読んではいたが 3P2 杯足払い連戦劇回して 3P2 段ちょっとずらして 6K2S、 6K2S、 はい D、 コク体力がゴリゴリ削られて2杯足払い届かない、2K カウンター2回2段ジャンプからのポチョバス、これは飛んで回避して勝ったのはヤクセラナイアクセル、3盾、3盾じゃん、3盾ですね。A の3、B 兄弟どっちが勝ちました、何試合ですか、 5試合で、はい、ありがとうございます。こう来て、B の5、まあここやってないですよね、ちょっと待って、枠、あ、ごめんなさい、佐藤さん枠取ってくんない、じゃあちょっと次枠取りますんで少々お待ちください。呼び出しだけします。A 兄弟ロイソルアインカイお願いミリアのチームに対するは FAB ポジョムキン小一 E の舞台一気当選最前列でチップのチーム、A 兄弟になります。今、ニコ生枠取ってますんで、できれば、スタートボタン押さずに少々お待ちください。
はい、枠の準備ができました。はい、ありがとうございます。できればここで使って上と下に名前書いていただけるとありがてえな。おっとっとっと、B 筐体はここですね。じゃあ B 筐体、ゴミリア・ミリア、KSK クリフ、キッシー・ディズィのチーム、対するは、ボブ・クリフ、BLE ・アクセル、AGF ・アンジのチーム、B 筐体で、試合になります。よろしくお願いします。はい、ボブさんのチームと、あと、キッシーさんのチーム、はい。じゃあ、ボブさん、ごめんなさい。ちょっと後ろ向いてもらっていいですか？じゃんけんして、B 筐体でお願いします。